ゆでです。先輩です。チョリスです。マシマシです。今日自分が持ってきてる企画なんですけど、日暮らしの輪廻転生パチンコあるじゃないですか、はい、スペックの特徴って何か分かります？そんな悩む20、はい、319ですね。転落式です。あ、まあ、ちょうど言えば転落式なんですよ。ちょうど言ってほしかった。今回、まあ、そのスペックをさらにエキサイティングな転落スペック。エキサイティング、バッコム懐かしいですね。でちょっと改造してきたんで、早速遊びたいかなっていうふうに思います。早速いきますよ、はい、オープンザカーテン。おおおし、2台用意してきました。今回こっち転落確率193分の1、大当たり確率49分の1。同じですよね。同じだ、49の。ああよく知ってますね。エキサイティングバージョン転落確率193分の1。一緒やん。大当たり確率30分の1。高いね、まあ、多少継続率が高いんじゃないかな、こっちの方が。まあそうです、それはそうです、ね、だいぶ違いますよまああんま変わんないと思うんですけどいや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 、分母は49と30では2台で出玉バトルにしようかなっていう。それぞれで30分打って大当たりして連チャンします、はい、最後その総獲得出玉数が出るじゃないですか。それが一番多かった方の勝ち、まあ、その30分内だったら連チャンに行けたとしてももう一回やり直せる。で、まあ、2-2 のバトルにしようかなと思って。じゃあ俺こっち、じゃあ俺と先輩チームがこっち、うん、いやいや僕もこっち打ちたい。なんでなんで勝手にチームあげんじゃん。そもそも転落するのが193分の1なわけじゃん、はい、じゃあ正論っすもんこれ。正論、うん、ああ正論だけで世の中生きていけないですけどね俺はこれ。え、僕も正論チームだってゆでさんと同じ部署だから。いやだってここでもうスパーンって切った方が分かりやすいじゃん。ここでも切ろうよ。自信あるでしょ。だって別に気持ちじゃん、まあまあまあ、俺は気持ちだと思ってるんで別に全然こっちでいいかなって、はい、気持ち込めて頑張る。まあ勝つしかないですね、そうなったらもう。じゃあ早速、エキサイティングバトルやっていきましょう。ゾッオン第1チャンネル。はい、はい、じゃあ準備できましたが、ちょっとごめんなさい、一つ言い忘れたのがへそ1分の1です。おお、すぐ当たるから。でラッシュ入る、出玉最高を目指してください、はい、30分バトルよーいスタート。よっしゃ、いけいけいけ、入れろ入れろ、早く当たって。そうそうなんですよ、短いリーチで当たってくれればもう。これも短いリーチよね。うわーこれ疑似連とかいくんかな。あれ変化、赤から変化、あ搬入、あっしかも待って、見た揃いしてる。はい、え、かわいい、はやはやはや、初めて見たでしょ。ノーマルリーチ、実は一応1分の1で必ずノーマルリーチで当たる。そういうことか、すげえ助かる。こんな見れないですもんね。ほえおお、そうですね、今先越されてるからな。ポンポンって、まあ惨劇を回避し続けるだけの簡単なお仕事なんでね。まあまあ焦んなって、大丈夫大丈夫、こっちポンポン当たるでしょう。はい、もうノンカスタムでもね、簡単だよ。ただ30分の1、30分の1、ほら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 、おお、ほよー、えいえいえい、やばい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 、30分の1ってこういうことだから。すごいですね、やっぱ結構近く。よし来い。いやもう気持ちが、あーピンポンピンポンピンポン、 あこれちなみにラッシュ初回でレナにを見つかるか前演出、これに行ってレナがに見つかると大チャンス。あ、ってことはいればいいっすね。いると、お、いた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 、これ大チャンス、大チャンス、初回だけね。はいはい、帰れ帰れ、帰ったー何帰ったっていやでもこれで追いつきましたね。いやでもこっち終わんないからね。だってほら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 、ほら、ほら、もうだってレインボーだもんね、はあ、やっぱね、早い、めちゃくちゃ早い。なにこれお分かりいただけただろうか。なにこれなに今のおじさん出てきたよ、なんか見ても見覚えのあるおじさんが。変な、おお出てきた、なにこれ、見たじゃないですか、エキサイティングな台だって。なに今の。いやいや、まだまだまだ、なんだま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 だ、おい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 、おい、おじさんもか、待って待って待って、あのおじさん出てきたらホリウレンしたか。いやただ俺ちょっと気になってんのがさ、重なることしてたでしょ。いやあああああ、やっぱり重なろうとしてる、重なろうとしてるんじゃないの、なんかほら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 、
どうしたこんなおかしいこと起こってるのに何どうしたのって何もう見たら分かってじゃあ俺こ勝負集中してるから頑張ろうぜこれ頑張ろうめっちゃ気になっちゃうっすもんこっちこれで保留練したらあれは保留練したんだああそういうことかあでもほら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 行くあ違うわ違うわやっぱさ重なったら重なったらゲームおじさん、うん、マジでさおじチャレ成功させたいわ絶対あれなんかあるおじチャレおまえまちょい条件がわからんからわからないめっちゃ気になるやばい自分の普段通り行きゃ勝てるから勝てるよそろそろ重なってもいいんじゃないだってなんかでもああいう演出っておぉきたきたきたきボタンとか形成してポーンとかだもんね普通はほら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 なんかいるよずっとなんでこいついんのおじさんが重なったどうしたのどういうことどういうことどういうこと何今の何やばっやばっおいお分かりいただけただろうか何今のよじゃ追いつくぞもうやばっおいなんでゼロになってねおいなんでどういうことどうなりましたいやいや待って待って待ってちょっとパニック起きてんだけどさこっちさ一回いやまあリザルト5500発くらいはあったんですか、うん、来い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 やっぱりやってんな今違いじゃねえなさっきだってゼロじゃんウェイだけどゼロじゃんまたこれゼロからスタートなのおいあいつ出てきたらダメなのえ本来はなんか5500発なりあったはず本当は7っすおい初めて変なおじさんが出玉を盗んでいきましただから言ったじゃないですかエキサイティングな転落スペックって言ったじゃないですか、うんまあ、大当たり確率30分の1だけど大当たり中にたまに出玉が転落します先言ってよおい来んな来い来いおいいいなんかムカつくのはゲー細かいんだよほらなんかお持ち帰りっつってたの多分気持ち気持ち気持ちああでも先輩より多い先輩より多いじゃあ分かんないよこれまだあるじゃんこっちもこれで復活するんじゃないのほら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 まだゼロ発ですからねそうなんだこれちょっと腹立つんよちょっと待って今嬉しいんやけどでこれで今ここでまたおじさん出てきたらおいやめろやめろイエーイあ、来た来たほら、お持ち帰りレインボーのゼロねレインボーのゼロねって確かに見たことないか今は僕ら勝ってますけど今最高2530だから勝つ方法だけは考えておいた方がいいんじゃないですかだから2連してお持ち帰りされずに転落させましょうそういうことやな、はい、おい、そう変なゲームやな転落させないかんや、終わるときあ、当たった当たった変に意識するとおじさん出てくるからそうそうそう来い来いおじさんおお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 もう時間がもうそろそろそうやろいい時間やろ、まあ、もうやばいうわ終わった終わった終わったぞ最初のか2530発そう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 あでもこっちこれで転落させりゃいい転落させるのかあっちどういうゲームだ30分の1より先に190分の1引くゲームなんだそう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 ほら、ほら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 、転落じゃないこれリカちゃん、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 リカちゃんいやでも出玉と、お、ね、増やしてるから12年だよ、結構そうですねなんかこんな喜べないもんなんていうのかな、なんかさ、普通に終わればいいんだけどああナイスおじさん、ナイスおじさんじゃない、ゆでれなだったゆでれなだったこれもう行くぞ、潜るぞいや、こっちはむくりで頼むぞむくりむくりむくりこーこーあーうわーちっかよ顔上げたらいるのかよおいいや、わかんないわかんないまだあ、わかんないわかるじゃんかよただ、でもまだ負けてはないよまあねえお前さ、それは違うよじゃあ、これは違うやばくない
まだ逆転できるか。これさ、おい、ちょっと待って待って。おかしい、おかしい。まだわかんない、まだわかんない。ちょっと復活しよう。ああ、そっかそっか、復活は。こんなところで終わるわけがない。これはさすがに変だもん。いけ！これ、おい、先来るな！もういいよ、いいよ。いいよ。よし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 よいろいろあって、ピザルトの表示としては、うん、まあ0000。まあそうですね。四つ並んでましたよね。ゼロが。四つ並んでた、ね。初めて見たね。12連ゼロ。はい。ストーリー。イエーイ。ルールもちゃんと言いましたよ。リザルトでの出玉、最後最後出玉。まあ僕がこれ伝えたかったのは、玉の取り方の新しい見せ方、早く転落しろって。ああ、まあ確かに。いいかはどうかは置いといて。あ、確かに。でも、ね、ちょっと面白いんだよな。今回こういった改造機作ってきたんですけど、ホールさんでは実際にはない。必要なんで、まあその点注意してくださいね。こんなの出たらもうクレームだよ。うん、で罰ゲームはレナコスプレ実践なんで。罰ゲームは最初に言ってなかったからノーか。